こんにちは。株式会社 RE 経営の島田です。この動画ではですね、2021年コロナ不況本格化前にですね、打つべき4つの緊急経営対策ということで、お話をしていきたいと思います。コロナ不況本格化の前にって言いますと、実際問題はもう、本格化しているところもね、実はあるわけですけどね。まずですね、関東圏から始まって、それから近畿圏、そして東海圏、また主要都市がですね、2回目の緊急事態宣言というのが発令されているわけですね。で、おそらく4月、5月のようなですね、経済活動が制限される事態にどうなりそうですね。で、おそらく国としては東京オリンピックをなんとか実行したいということで、その封じ込めのためにもね、そのワクチン接種、それからこういう、緊急事態宣言、もうとにかく何でもかんでもやるという状態だと思います。で、問題はこれからですね、この観光業、交通産業、飲食関係以外でもコロナ不況のダメージがあちらこちらから聞かれるんじゃないかと思うんですね。じゃあその時です、我々経営者は待っていても仕方ないわけです。で、じゃあ実際その中小零細企業が2021年春ですね、春までに早急にその経営改革すべきことは一体何だろうかということなんですね。で、要は今日私これ収録してるのは1月13日なんですけども、これから2ヶ月間の間に今から言うことをしっかりやってしまわないと、その4月以降金融機関から追加融資をしてもらえず、資金逼迫で倒産廃業の勢いになるところが結構多いんじゃないかなというふうに今思ってるわけですね。じゃあ何をやるべきかと。まず第1点目、既存商品をインサイドセールスで売る仕掛け作りと、いわゆるオンライン販売ということですね。もうとにかく今はリモートワーク、また巣ごもりが増えました。で、営業活動もいろいろ制限されてます。当然それは業績にも影響を及ぼすわけですね。で、昨今はそのズームなどのテレビ会議とかも増えてますし、そのインサイドセールスをですね、本格化している中小零細企業はそこまで多くないような気がします。取り組んでるところは取り組んでいるんですけどね。で、結局インサイドセールスというのはフィードセールスに対してのインサイドセールス、いわゆる直接訪問せずとも営業活動をするということですけども、このやり方がウィズコロナ、アフターコロナでのね、主要な営業戦略になるんじゃないかと。いわゆるコロナが仮に一段落したとしても、これが主要な方法になるんじゃなかろうかということですね。統計の調査なんかによりましてもですね、コロナが終わっても、この例えば在宅ワークというのは、リモートワークというのは、減らないだろうという意見もね、結構出ているようになります。で、実際のインサイドセールスでは、自社商品を既存客にプレゼン、そして多くの新規客に認知してもらう販売活動、これが狙いとしてあるわけですね。じゃあそこで、じゃあ実際のですね、インサイドセールスが成立するまでのちょっと流れ図をご紹介しましょうね。で、まずは独自の強み商品を作ります。すでにある商品結構です。で、それをニッチターゲット、この自社の強み商品を欲しがる顧客は誰かということです。それをまず選定します。それに対してオンラインで売りますね。まず、いずれにしましても、スウォット分析を行います。そして、クロススウォット、クロス分析をやりまして、積極戦略とかね、ああいうその掛け算で具体的な USP 出します。いわゆるニッチターゲットはどこかを決めます。そして、そのニッチターゲットを攻めるに使えそうな強みの商品、強みの経営資源を明確化していって、そしてその掛け算でニッチターゲットをかける強みイコール独自の経営戦略、もしくは USP の明確化、いわゆるここに強み商品というのが出てくるわけですね。で、その商品ができましたらば、まず商品企画ですね、パッケージとか段階的な、商品、段階というのはこれからお話しますけども、フロントエンド、ミドルエンド、バックエンドとあるんですが、で、売り方、訴求ワード、ホームページコンテンツ、動画コンテンツ、キャンペーン企画等々を決めます。まず第一段階ですね。で、このフロントエンド商品を作りますと。フロントエンド商品というのはきっかけ商品ですね。一般的には無料、
もしくは低価格、いわゆるお試し商品を開発すると。これは新規の見込み客のリストを集めるためのがメインの課題ですね。だから PR はSNS 広告ですね、 Facebook 広告とか YouTube 広告とか、そういう SNS 広告と、あとはダイレクト DM とはダイレクトメール、実際郵送しますと。今このコロナ禍になってですね、ダイレクトメールの反応率は実は上がってるんですね。コストはかかるかもしれませんけど、コストそれだけ成果が高いということですね。でこのフロントエンド商品を例えばそういう PR して登録してもらって、ね、登録してもらうとのランディングページを作ります。まあSNS 広告でそのままポチッとクリックしたら、そのランディングページ行って、そこからもう登録してもらうと。で複数回のステップメールとかステップ動画を送って、少しずつ信頼関係を作る。いわゆる初めてポチッと押して、もう無料で手に入るものですから、そしてああここいい会社かな、悪い商品なさそうだと思う。その次に来るのがミドルエンド商品、いわゆるフロントエンドはただです、無料ですから、そこに登録したお客様が少し費用を発生する商品、数千円から数万円を PR しましょうと。で、この会社信用できるな、じゃあまあ数千円、1、2万円は出してもいいかなという商品を作ります。でこの信頼関係構築のために、試供品とかメールとか電子書籍とか Zoom オンラインサロンとか招待とかユーザー目線の動画をいろいろ配信していきます。でミドルエンド商品のユーザーにはオンラインの接点だけじゃなくて、ダイレクトメールとか小冊子の送付などのリアルな接点も行います。この新規リスト先にですが、 上のフロントエンド商品から、フロントエンドから得た新規リスト先にいきなりメイン商品を売ってはならないと、そうそう逃げられると。まずはちょっと信頼してもらったんだから、また軽いジャブの商品をまず買っていただこうと。そして最後にバックエンド商品、これが一番売りたいメイン商品です。まあ継続商品だったり、ミドルエンド商品購入者に PR して期間限定キャンペーンなどで、まあ割引とかお得の特典をつけると。でバックエンド商品購入者はもう顧客として継続的に管理するし、また定期的なキャンペーンで、まあ特典を与えるとか。まあこのバックエンド商品購入者はさらにね、もうここで信頼関係出てますから、今度さらに新しい商品があれば、そこをまあ優先的に案内していくと。実はこういう流れでその新規顧客開拓というのができているわけですね。でインサイドですから、例えばデモとかプレゼンを動画で行って、それをまあ既存客に配信していくこともできます。また既存客にそういう情報を発信したもの、発信して既存客からその見てほしいあるチャンネルねにこう来てもらうということもできます。こういう流れであってはいないんだけども、その営業としてはフィールドセールスをやってないんだけど、接点をね、売り上げを作っていくことがインサイドセールスの基本的な流れということですね。まあこのインサイドセールスというのは各社各業なんですけども、大きな流れはこんな感じです。で今我々もですね、こういう意味の体系図に沿ってメーカー直販のコンサルティングといくつか実は今指導している最中なんですね。それは1点目。2点目はですね、重点商品、重点サービスの売り方を変えましょう。まあ、いわゆる売り方を変える企画を今のうちに作りましょうということですね。これ先ほどのインサイドセールス、いわゆるオンラインセールスとちょっと被るんですけども、不況が進みますと需要そのものが減少すると同時に、どんどん低価格競争になってきますね。いわゆるレッドオーシャン化していきます。だから今の重点商品、重点サービスを尖ったコンテンツに仕上げて売り方を変えていくということですね。で売り方を変えるには、まあ大きく3つあると。まず1点目は売り先、チャンネル、ターゲットを変えるということですね。まあ、先ほど そのオンラインによるインサイドセールス、これも売り方が変わったわけですね。また販売チャンネルが代理店経由を直販に切り替えるとか、またターゲットの地域を拡大するとか、ターゲットのピンポイントを決めて特化するとか、まあいろいろあります。で実はですね、意外に顧客分析をして発見があるのは、 B ランク、 C ランクの顧客に重点的に営業を行うと、新たな将来 A の A 客の育成にもなるし、新たなニーズを発掘できるわけですね。 A ランクのお客様というのは取引額が大きいから、
もう納期だったり価格だったりにも華かになりがち。とか B ランク C ランクは取引が小さいから、実は結構ね、困ってる方に言ってもらえる可能性があるんですね。で B ランク C ランクをちょっと重点的にやってみようかっていう話です。販促方法を変えるというのが2番目。僕はもうセールスプロモーションを変えるということなんですけども、思い切ってウェブ広告、ウェブ、いわゆるインターネット広告ですね、これを使って見込み客発掘とか無料商品の拡大でデモの方法を変えるということですね。先ほどのフロントエンド商品もそうです。無料と言いながらで広告しないことには無料でも登録してくれないもんですからね。特に YouTube の動画によるプロモーションというのはこれからニーズがね、ますます高まっていくんだろうなということですね。次は価格バリエーションを変えると。で、どの商品でもたくさん売って利益を取ろうということは無理なんで、まずは利益度外視の新規開拓専用の商品、いわゆるフロントエンド、ね、をまず何かとか、そして高付加価値が分かるバックエンドは何か、もう一回再定義をしてほしいと、商品ごとですね。で、キャンペーンを展開します。で、こういうご時世ですから、できれば特定商品のフルラインナップを図って、丸々分野のなんとかという商品では日本一の品揃えみたいな、PR ができて、もしくは即時即納とかね、24時間以内対応とかね、こういったものが土日受付とかね、こんなものができてくると、まあちょっとこうとんがったビジネスという形になっていくわけですね。だから PR しやすいと。これは2番目です。で3番目はですね、事業の選択と集中とリストラ多角化、これ同時進行していこうというですね。選択と集中というのは、まあ簡単に言えば集中すべきことには人員も投入するんだけど、集中すべきでないことは IT を使ったり外注を使って直接社員を使わないというだけの話です。だから決して選択から外れたことはやらない、やめるというだけじゃないんですね。あんまりそんなことしようったら一気に売り上げ下がって破綻してしまいますからね。だからと同時にですね、利益率の悪い商品とかサービス、利益率の悪い顧客いると言います。意図的に暫時低減を図っていく。ただこれもやり方間違えるとすぐに、利益圧迫要因、いわゆるギョーンと売り上げ下がってきます。そこで暫時低減というのは、 IT を使ったりオンラインを使ったりアウトソーシングを使って人手をかけない、頻度は減らす、時間コストをかけないでビジネスでやるということです。我々流通業のですね、メーカー、食品メーカーなんかコンサルティング長いんですけども、例えばもうこのスーパー、販売するスーパーマーケットだった、このスーパーにはもう営業が行かずに、例えば運送会社が直接物を納入すると。でそしてここは営業はしっかり行って品揃え、棚整理とかあるとかですね、それからライバル動向を把握するとか、そうなると大事にしてる店だから、大事にしないという言葉は悪いだけど、やっぱそこらはその緩急をつけましょうということですね。あとですね、今政府が検討中の新規事業もしくは多角化についての補助金、これが制度化されれば、まあぜひとも事業の多角化を検討している方はそういう補助金を使ってほしいと。で認定支援機関である会計事務所なんかに相談してですね、事業計画書を出して新規事業多角化のリスクを最小限に、まあ取り込む。補助金が数百万数千万出れば、まあ数千万とかな、出ればその分そのある最初のリスク経費がそこで賄えるわけですね。ただその新規事業本当にいけるんですかと、事業計画書は説得性があるんですかって話ができます。ね、やりたいイコールただ書きましたじゃあいかん、そこで新規事業スウォット分析というのをやってほしいと。で新規事業スウォット分析というのはですね、これ、ちょっと絵を見せましょうね。ここにですね、アクセスしてもらいますと新規事業スウォット分析について詳しく、ご紹介してますから、ぜひともこちらの方をね見てください。でイメージしますとこういうことです。例えば今取り組みたいと思っている新規事業の可能性を機械として出します。機械ね。そしてその新規事業を取りに行くために今現状の既存の経営資源、人物金管理技術、ね、立地、
これを整理します。で、だからシナジー効果があるかどうかこの重要なポイントになってくるんですね。で、掛け算していけるのは第一優先順位。そして当然脅威も見ます。その新規事業を果たしてやるべきなのか。この新規事業にはこんなリスクもある、こんな競合もある、こういうマイナス面もある、出します。で、その新規事業を取るに新規事業があっても、残念ながらうちにはこの弱みがあって、なかなかその新規事業がうまくいかないんじゃなかろうかということで、これ掛け算すると、まあ、第三優先順位、いわゆる、この新規事業と同時に、ちょっと弱み、経営資源の強化を先にやりましょうねというのが第三優先順位ね。第一優先順位は可能性があり、マーケットの可能性があって、即うちの強み持っているシナジーの経営支援使える、即結局戦略になります。第一優先順位だ、これ第二がこうなんですね。実は脅威があって、脅威もあるよね、その事業、かつうちの弱みが災いしてやばいんじゃないのって、だったらこれやらないという選択肢ですね。まあ、やらないという選択肢だと、まあ、これはその補助金も対象にならないけど、でも補助金もらう目的じゃなくて、やった結果大失敗を超えたらもうアウトですからね。せっかく、まあ、あの2020年に借りたコロナ融資があったとしても、それはもういっぺん消えてしまいますからね。まあ、こうやってロジカルに新規事業の SWOT 分析をやるということがね、まあ、一つおすすめだということですね。あのこれ私どもの、ね、サイトで、経営 SWOT 分析と経営承継の34もう新規事業で何となく関係ありますけども、ここをちょっと検索してもらうと、この動画がね、見ますので、まあ、ご参考にしてください。さあ最後4番目、まずね、金融機関へ根拠ある経営計画書を説明して、追加融資のための根回しをしますということですね。まだコロナ融資の資金が底をつく前に、追加融資の可能性を先に、トライしますと。で、これまでのコロナ融資というのは政府保証ですね、信用保証協会経由で金融機関が窓口だったと。でもこれからは、今のところまだ政府でその支援策発表がないから、今のところですね、金融機関が独自でリスクを取って追加融資というプロパー融資の可能性が高いんです。もうそうなってくると、金融機関は貸しぶりに走ってくるわけですね。要するに借りた金を返す見込みがある経営計画書だったら貸すけれども、そうじゃなきゃ貸せないというような話になってくるわけです。じゃあ何が必要かというと、返済根拠のある経営計画書を提出しましょう。で、返済根拠のある経営計画書というのは、まあ、今まで述べてきた新たな販売戦略、多角化戦略、リストア戦略、これを具体的に理論立てて決めて、行動確約が取れるアクションプラン、あ、なるほど、それって実行可能ですねっていう詳しいプランニングですね。人がいない中で、例えばこの金、こういうお金を使って、外部に金使ってこうやってやります、その資金はここから出します、それをそんな現実的なことを書かずに、ね、お金はありません、全部自分でやります、でこんなことやりますって、人は信用しないですよね。そういうその、まあ、詐称の浪格というか、空理空論をねしても、人は信用しない。だからもしね、会計事務所に依頼してね、会計事務所に作ってくださいって言っても、会計事務所自体が旧来の数値羅列型の、これといった返済根拠のない、ただ単な抽象論の書いただけ、こういう経営計画書、事業計画書を出しましても、この金融機関が首を縦に振らない、ね、さもそれっぽく書いてるけど、根拠を乏しい、具体性乏しいと。だからそういうその根拠ある経営計画書というのをね、この 2.5 ヶ月3ヶ月ぐらいで作成して、金融機関に根回しをしていくということですね。まあ、金融機関さんというのは、急に資金がなくなったから金貸してくれというスタンスが一番嫌がるから、やっぱ早め早めにということでしょうね。あのこちらの方ですね、このサイトを見ますと、こういう今の税理士が指導する経営計画書内容では事業性評価融資は難しいということのタイトルの、ブログが記事がありますから、まあちょっとこれ、社名でもね取ってもらって入力してください。ちょっと大変なんですけども、そうすると先ほどのその税理士さんが作る経営計画書もこういうようなものは銀行相手にしませんよということが説明されています。で
これですね。あとですね、その根拠ある経営計画書の作成ノウハウですけども、これ、ちょっと勉強したいなという方は、あるいはこれ無料でダウンロードできますから、私どものこのサイトにですね、入ってもらうとこういう画面が出ます。そうすると、ここにメルマガ登録されると、PDF でこの具体的なフレームとか、書き方マニュアルというのがね、ダウンロードできますから、ぜひともこういったものをね、活用してみてください。ちょっと告知です。今、2021年コロナ不況と事業性評価時代の中小企業の経営戦略という無料オンラインセミナーを開催しています。今お話している内容がね、かなり詳しく説明されているんですけども、第1部、ね、ニッチと強みで独自性を広域展開する中小零細企業なら金融機関は見放さないというタイトルで、まあ、こういう3つのことを詳しく述べています。それから第2部が、会社をスリム化するリストラ、部分リストラをするやり方、ね、これを第2部で述べています。で、第3部では SWOT 分析から経営改善計画書、その事業性評価にふさわしい経営改善計画書の作り方ということが、書いてますので、これ3部コースになってます。で、こちらのアドレスにですね、入られますと、もう無料で今の動画が視聴できますので、登録したらですね、でこういう写真が出ますから、ぜひともご参考にしてください。90分ぐらいのものですから、すぐにね、終わると思いますけども。まあ、そういうことで、4つ具体策があります。まあ、いろいろな課題が今あるんですけども、とにかく急いで実行しましょう。で、分からなければ、それを分かる方にとにかく相談して、アクションすることが大事だと思いますね。はい、じゃあ今回は以上です。